第3試合です。タナコオクトーバーロード1です。その相手はなんと大ベテランのジャガー横田が参戦してくれました。 JD からやってきて、もう先制攻撃、ドロップキックを払った元谷から子です。今度は体を浴びせていきます。場外乱闘か、このベテラン相手に場外乱闘に行くんでしょうか。まあなんといってもこの女子プロレス界にありましては名前があります、大看板のジャガー横田。まずひるまない、もう元谷がいたとそのひるむということはないのかもしれませんけれども、そうですね、やっぱり名前を感じることはありましょうからね。ありますし、それでね、彼女は練習熱心ですよ。はいはい、あのもう常日頃からですね、自分に対して鞭打ってますね。そういった気持ちの発露、まず先制攻撃という形で現れています。おーっと、ジャガーそのまま抑え込んだ。いや今早い動き、これも特徴であります。ジャガー横田、体格は159センチ、元谷からこの試練の3番勝負と言われるオクトーバーロードなんですけども、その第一戦の相手としてはもう申し分のない相手ですね、はい、これで元谷がですね、はい、負けるもんかという気持ちをですね出していい試合見せればですね、また評価上がりますね。そうですよね、どこまで食い下がっていくことができるかということであります。まあ、気遅れしてませんね。はい、ボディスダースカウンターワン。まあこのジャガー横田、今ボストンクラブに入りましたけれども、今年をもって第一戦を退くと、一旦はあの前女時代にその第一戦を退いてはいたんですけれども、復活しまして JD という団体を引っ張ってまいりました。しかしそれもやっぱり、ここへ来まして、引退するという流れになってきまして、12月の26日有明コロシアムにおきまして女子プロオールスターというのが開催されます。これがラストマッチと言われています。ジャガー横田であります。これには JWP も参戦いたします。ですから一試合一試合本当にジャガー横田手を抜く人では決してありません。目いっぱいのプロレスを今現在展開しています。おっと、クロスアームからスープレックス、クロスアーム式のこれはノーザンライが来ました。ノートヤが勝ちました。スピードでもなかなか対抗しています。決して引けは取っていないようでありますが、このコブラコースでツイストで一番大切なのはどういう、まずですね、ロープに来た時にですね、足を引っ掛けてですね、はい、足をフックすることがまず大事ですね、はい、そしてですね、体をうまくですね、ねじればいいんですけど、ええ、なかなかここまで足をフックするってことはなかなかできないんですよ。非常に古からの技でありますけれども、シンプルな技だけにそれだけに難しさがありま す、はい、ありますね。つまりどの選手も防御技を知ってるわけですからね。知ってます、はい、それを上回るスピードあるいはテクニックを披露してそこに入っていかなければいけません。今ジャガイモ逃げようとしてぐるぐる回ったでしょ、はい、であのフックを取ろうとしたんですけど、取りきれなかったですね。なるほどね、結局ジャガーのスピードにあの時点では元谷が上回ったことになります。そういうことです、はい、ジャガーが体を振りましてロープに逃れていったんですが、これを一旦離します。非常にクリーンなファイトが展開されています。第2試合とは打って変わった展開です。ステップオーバーしました。ジャガーはディフェンス入ってるようですけども、まだこれはいわゆる完全ではない。お、肩が中入ってますからね、はい、右肩が入っています。持ち着きのような感じで自分の尻を落としていきます。元谷加奈子、これで体勢がいきましたか。はい、いきましたね。ただ元谷がですね、はい、手もやっとろうとしたんですね。あーはーはーはー、これで立ち上がるのではないでしょうか。おそらくあのメキシカンストレッチカンパーナという技に移行しようとしているんだと思います。これ立ち上がりました、揺さぶります、カンパーナです。以前何年か前によく見せていた元谷の技でありますけれども、痛め技のうちの一つです。しかしめったにこれでギブアップを取ることはありません。まして体の柔らかいジャガーであります。いわゆるつなぎ技といった感じだったんですが、さあしかしそれにしまして元谷からはいいペースで攻め込んでいっています。ミサイルキック、ジャガーはですね、はい、今でもブリッジやってますからね、普通だん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 ね、ベテランなんてことはブリッジしなくなるんですよね、はいはい、でも彼女はまだブリッジしますから、だから今の技でもギブアップしないんですね。なるほどなるほど、大したものです。カバーいきました。若手以上に練習をこなしますこのジャガー横田。おっ、足をのじかビアオロック、レッグロックです。
足4の字固め、フィギュア4レッグロックに移行していきました。ジャガー横田、元谷佳菜子、試練の3番勝負の第1戦、相手がジャガー横田です。最近は小杉との確執、この元谷の間でもあります。まあそれはそうです、同期ではありますが、久住が先行しまして福岡相手に、まあ言うならば喧嘩を打った、あるいは体質に喧嘩を打っていった、そういったことがあります。これに黙っているわけありません。元谷も久住に向かって闘志をむき出しに戦ってきた経緯があります。高根さんね、はい、ジャガーの4の字型もね、ちょうどね元谷の左足ですね、膝の上にですね、あの元谷の今度右足がこう4の字になってますね。なってますね、はい、一番きついんですよ。4の字でも一番きつい4の字を、ちゃんと心得てますね。なるほど、これを解きました。足の攻撃、そして足首を決めています。足首を打ちました。アキレス腱固めか。ロープへ逃げ打っていきました元谷佳菜子。これが第1戦でありまして、このオクトーバーロード、第2戦では10月20日三田悦子ネオレディースの選手、元ラスカチョであります。それから第3戦ではその翌日10月21日井上貴子との試合が待っています。前場であります。まあこの今現在放送時点ではその3戦すべて終わっているという時点になっていると思いますけれども、まあそれにしましても本当に試練の3番勝負と言ってもいいぐらい素晴らしい相手が続々と出てきます。これでですね、一つでも勝つことがあればかなりの自信になりますよね。ありますね。それでも 大金星ですね。そうですね。果たしてその金星をいくつこの3戦で、持っていくことができますでしょうか。まず幸先よくこのジャガーをまだ捉えたいところですが、ツームストーンドライバーだ。場外でジャガーが放っていきます。落としました。これは落としようによってはかなり首に行きます。あるいはこの技によって首を折られた選手もいます。上がってくることができない元谷佳菜子。関西がセコンドについていたのか。それはないだろうということなんでしょうか。関西がそばに寄っています。ようやく向こう側黄色いコスチュームの元谷佳菜子が起き上がりました。当然ながらレスラーですから首はしっかりと鍛えてはいますけれども、まあまあ、あのパイルドライバーあるいはこのスツームストーンで首を痛める選手が多いですね。多いですね。やっぱりね、首への攻撃というのは一歩間違えばもう大怪我につながります。首だけじゃ済まなくなりますかね。体全体がそうですね、ダメになってしまいますから、神経の集中しているところであります。どうやらそこからは出してきたようです。元谷佳菜子、ジャガーもですね、その王冠番ですからもっと大きな選手なのかという、もちろん身長は知ってるんですけれども、元谷は体格的にも選手は取ってないですね、はい、そうですね。しかしそのプロレスの奥深さ、そういったものではジャガー横太郎が何枚もワーッともう一発いった。この速さ相手に呼吸を与えないんですね。そうですね、こういうのを間髪入れと言うんでしょうけれども、まさしくそうですね。そうですね、そこのところのうまさですね。はい、さすがベテランであります。あの前場、かつて前場時代には赤いベルト、シングルさえも前田いたかつての女王でありますジャガー横田。おーと、これ体をかわした。あー、これがジャガー独特の体の柔らかさ、ブリッジの強さです。フィッシャーマンバスターか。あーと、元谷が来た、スープレックスだ。よく当たり合っています元谷佳菜子。ドカンスルー、おーと不気味な回転をしました。そして膝十字に行きますが逆で、おーと膝十字のお返しです。さあ元谷が攻め込んでいきます。完全には決まってないようです。決まってないですね。決まってはいませんが苦しさを表に出しているジャガー横田。あーと、これは足首、足首ですけどね、足首を決めてるんですけどね、はい、もう少し決め方があるんですよね。あ、惜しいかな。あ、非常に小手さんが歯がゆいそうにこうやるんだという、そうですね、あと一歩のところなんでしょうね、おそらく。ああいう風に入った場合ですね、もう一種類あるんですよね、はいはい、あ、
あーとこれも同じケースか、いやあえて取らせたようです。今のは見せかけの技だったようです。先ほどあの技ドラゴンスクリューかけられて左に行かれましたけれども、はい、今度は逆に取らせましたね、わざと取らせたようです。フェイクだったようでありますけれども、これも違いますね。違いますか、はい、まあ、これでもねある程度力があれば決まるんですけど、決めるってことはね、はい、力だけじゃないですかね、テコの利用ですから、はいはい、本当に決まるときは力はそんなにいらないですね。はい、ジャガーに振られました。おお、ヒップアタックか、おお、このキャッチした、バックドロップになりました、いや、ジャーマンになりました。得意の18番ヒップアタックを見せたんですが、それを空中でキャッチ、そのまま投げ捨てました。先頭、これはいい展開です。もしかしたら金星が生まれるかもしれない。元谷佳菜子、もう一発いきます、飛び越えて今度はロープを反動しを利用します。カバリタ返されてしまいました。こここそ休む間もなく攻めていきたいところですね。さあどうするのか、ダイビングセントーンか、いつもならダイビングセントーンですが、その通り、これは入ったか。さあ大金星マジか、取れません。ジャガーもそう簡単には勝ちを上げることはできないでしょう。意地があります。ジャガー横田という看板、そして JD という看板があります。フィッシャーマンスバスターは丸め込まれます。おっとカウント入ります。いろいろな展開がこの2人の間で生まれています。ジャガーと当たり合うということだけでも自信がつきそうなんですけれども、勝ちが取れそうです。元谷佳菜子、おっと早い、まるで機械体操のようですが、クロスアームスープレックスホールド。ジャガーもかなり苦しそうです。さあ今度はジャガーの展開になったのか、ジャガーのペースになったようです。ダブルアームからそのまま落としていきます。おお、ダブルアイブラブライ、一瞬返せないのかと思いましたけれども、元谷ようやく返しました。ちょっと形勢がひっくり返ってしまいました。ジャガーはどうするのか、この表情で、おお、ミサイルはかわしました。ミサイルはかわすことができた。ラマヒストラウダ、値千金の勝ちは取れません、取れません。今のは入っていません。ああ、向こうで関西が入ったんじゃないのかというような感じで、ね、今本当にもう完全にカウント2つは超えていました。3に近いところだったんですけれども、ダメでした。コーナーに行きます。ジャガーはどうするか、元谷が待っていました。これはいいタイミングかもしれません。逆にボディブローをもらってしまって、スープレックス、なだれ式になっています。これは返せるでしょう、返しました。試合の方が合っています。一連の3番勝負第1戦、最先よくこのジャガーを倒して2戦目3戦目に持っていきたい元谷佳菜子。おおと、今のは一回で刺したんですね、腹を打ったんですね。腹を打った1回で、はあはあ、ジャガーらしいいろいろなことをやってきます。あーと垂直落下だ、フィッシャーマンズバスターだ。あー3つです。さすがに急降下、これは返せませんでした。しかしいい試合でしたね。いい試合でした。2戦目3戦目も楽しみであります。すごいいい選手ですよね。他団体来てお世辞言うわけじゃないですけれど、マスクもいいですし、いい表情します。